4月29日。今日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。それから、今日はゴールデンウィークなわけなんですけれども、楽しんでいる皆さん。朝からおはようございます。本当に朝からおはようございますっていう挨拶変なんですけど、朝からありがとうございます。今日4月29日は昭和の日。昭和の日ということで、日本国民の祝日という形になっているそうです。カレンダー通りのね、お休みの方は、今日はお休みなんじゃないかなと思うんですが、素敵な休日を過ごせてますか？ね、ゴールデンウィークだからなんか特別なことできたらなぁと思ったんですけれども、特別なことをしないことが、私らしいかなと思って、今日も同じスタイルで毎日動画を撮っています。平日というか月曜日から金曜日というのは、どんな日でも、だいたい平日って呼ぶのかな？祝日ではあるんですけれども、お仕事の方もね、いるかなと思いまして、今日は7時から、こうして皆さんの前に、姿を表しています。こう、皆さんが休んでる時に仕事をするって、ちょっと、ドキドキするというか、辛いなって思うことの方が多いと思うんですけれども、そんなあなたがいてくれてるから、いろんな楽しいことができたりとか、そういうふうに社会を支えてくださっているんだなと思うと本当に頭が上がらない思いです。今日お仕事の方は本当に素晴らしいと思います。いつもありがとうございます。ふぅ、少し眠いですね。そんな眠い朝は、ちょこっと英会話フレーズ。今週はお出かけされる方も多いかなと思いまして、ゴールデンウィーク風に、やっていきたいなと思っています。どんなフレーズがいいかなとかいろいろ考えたんですけれども、やっぱりゴールデンウィークなので英語の勉強はなしにします。おみくじも、ちょっと変わった方法でやっていきたいと思います。ね、皆さん体調は崩されてないですか？この時期。結構体調崩されてる方も見ますし、私も、例に漏れずという形というか感じなんですけれども。じゃあ今日は、猫ちゃん、今週というかゴールデンウィーク中は猫ちゃんおみくじだけやっていきたいと思います。それでは、クレアの猫ちゃんおみくじ。この猫ちゃんを選んでみてください。そうすると、今日のラッキーな何かを私が皆さんにお伝えしようと思います。それでは、選べましたか？それでは、この猫ちゃんを選んだあなた、今日は絶好の行楽日和です。公園や大きな土地に行ってみるといいかもしれません。少し遠出をするのも良さそうですよ。そんなあなたの今日のラッキーご飯は、地域にちなんだ食べ物です。まあ、例えば、B 級グルメとか、例えば、そうですね。まあ、北海道とかだったら、海鮮丼とか、チンギスカンとか、そういうイメージですね。そして、この猫ちゃんを選んだあなた、今日は、愛情運が、とっても、良さそうです。これは異性、同性関係なく、あなたが、こう、愛したいなって思うっていうと語弊があるんですけれども、愛情を傾けている、そんなものと、そのものやことと、それから人と、素敵な関係が築けそうです。そんなあなたの今日のラッキーご飯は、釜焼きのピザです。釜焼きのピザ美味しいですよね。そして、この猫ちゃんを選んだあなた、今日は金運がありそうです。すごく欲しかったものが手に入ったり、すごく欲しかったものが手に入るような、なんて言うんでしたっけ、そういうのを。臨時収入。臨時収入があるかもしれません。そんなあなたの今日のラッキーご飯は、カツ丼です。それでは、今日も猫ちゃんおみくじありましたし、この後は配信もあります。皆さん眠たくないですか？私は、ちょっとだけ眠いです。今日仕事の方は眠いとかって言ってられないですもんね。私は今日の午後ぐらいからの実家に帰ります。皆さんとはまたツイッターでもね、お会いできたらいいなと思いますし、30日は一応平成最後ということで、平成最後になるのかな？配信しようかなって思ってるので、よかったら遊びに来てください。それでは、今日皆さんが素敵な日を過ごせるように、そして、頑張って外に出られるように、こちらから応援しています。それでは、いってらっしゃい。そして、お疲れ様。